須藤、今回は本当にご苦労だった。お前の功績は大きい。それでやはり考え直したんだ。お前ほど潜入捜査に適した人材はいない。部長。ん？考え直さないか。もう決めたことです。分かった。潜入捜査が嫌だっていうなら通常勤務に戻そう。いえ、警察自体を辞めたいんです。なぜだ。桐生先輩が調べした事件について私も独自に調べました。信じられなくなったんです。すでにマスコミにはリークしてあります。すぐにここにも記者たちが押し寄せるはずですから。ゆりちゃん、もうゆりちゃん心配したよ。連絡ないんだから。ごめん、ごめんなさい。そのくせなぜかこの人だけはうちにやってくるし。ああ、当たり前でしょ。僕はゆりちゃんの婚約者なんだから。だから認めてないんですよ、家族としては。琴乃さん、それはさ、当人同士の問題でしょ。違います。姉である私でも問題があります。私でも問題がありますと言いましたね。あなたに問題があるんですか。僕には問題ないです。いいですよ、それは。キモいからです。なっ、ユリは？さよなら、さよなら先輩。どうかしたの？ううん、なんでもない。変だろ。あ、ユリちゃん、ユリちゃん、あのさ、家で美味しい料理作ってあるからさ、早く帰って食べようよ。今日何作ってくれたの？えっとね、ハンバーグ。ハンバーグだってね、食べようよ、琴乃ちゃんも。この人ね、僕の作ったハンバーグ食べたの。食べたの？あんなに食べないって言ってたのにね。素直じゃないな、琴乃ちゃんは。琴乃ちゃんの作ったもんさ、プレートの中にハンバーグなかったんだよ。食べたんだよ、この人。あ、こっそり食べたんだ。食べたんじゃん。かわいいな、琴乃ちゃんね。じゃあさ、じゃあさ、誰が一番早いかさ、競争しよう。よしよしよ。よーい、ドン。